一応メタル1回塗ったんですけど、最初の方とかメタル失敗したりすると思うんですよ。でまた失敗したら全部色剥いで、で最初からクリアやり直さなあかんのかとか、また乾燥やり直さなあかんのかとかなると思うんですけど、さっきも言ったこのコンパウンドで一回このメタル拭き取ることができるんで、だから一回メタル塗って失敗したら失敗しても大丈夫なんで、これで一回拭き取ってください。でこれで拭き取って、でさっきのクリーナーですね、あれで拭き取ったらもう一回塗れるんで、ちょっと今実際やります。軽くダブルアクションとか入れてもらったら早いんですけど、まあ、小さいものやったらね、こうやって手で拭き取ってもらったらすぐ取れますんで。大体まあさーっと拭き取ってもらったらこんな感じで、今半分だけ取ったんですけど、すぐ取れます。で今から今これこっち手どきで取ったんですけど、手磨きですね。でこっちちょっと軽くダブルアクション当てるんで、ほんでさっきみたいに手磨きでいくと多少なりとちょっと傷が入ったりするんで、まあ、小物とかやったらね、もうそっちの方が早いし、でまあダブルアクションのウレタンのスポンジも剥がしようって1個作って、でそれを使うようにしてください。まあ、ダブルアクションやったらもうこんな感じでスーッと傷も入らず簡単に取れるんで、あとまあこの角とかはもう簡単にこうやって手磨きで、でクリーナー B で拭き取ります。皿の乾いたウエスで、はい、これでクリーナーかけた後また、30分ほど熱かけて溶剤飛ばしてまたメタル塗っていきます。はい。